都市にあったジニアこの項目では、トキレジジニアート史跡公演についても記載している。トキレジジニアートの空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。江戸時代末期の函館開港に伴い、江戸幕府の命により、正木藩が、江戸地防衛のため1855年に構築した。 日本国内初の西洋式製型要塞。正木藩士、藤原和馬の設計によって縄張りされた。4両角で6基の砲座が添えられる構造となっており、閣内には17棟の建物跡があって120から160名の正木藩士らが生活していたと考えられている。1868年の函館戦争では、江戸地に上陸した。 旧幕府軍が進撃してきたため、10月23日に守備隊自らが火を放って撤退した。名称について、穴平陣サ正木陣ア、清川陣アなどと呼ばれていたが、1965年に国の史跡指定となった後は、正木キ古記令寺陣屋跡としている。北海道道96号上磯峠下線から、 神谷跡へ続く800メートルの桜のトンネルは、日露戦争勝利を記念して、函館の五福祉である、岩泉峰次郎が表御門関から、神谷登口までの道に桜を植樹したものである。ソメイヨシノを中心に、エゾヤマザクラ、ヤエザクラ、珍しい十月桜、魚ラ、ギもある。時レジュジミアート史跡公園は、北海道北都市にある公園。 1977年に、超有地となり、1979年から国、道の補助を受けて、環境整備を行い、2001年に完成した、日本の歴史公園百選選定。毎年5月には、北斗神屋桜祭りが開かれる。市内にある新函館北斗駅の南口に、真上から見た陣屋の形状を模した花壇が、造営されている。 トキレジジニアート史跡公演に関するカテゴリー、ありがとうございます。